山内豊か誉れ慶応3年2月20日は幕末期の土佐藩画廊。東邸三内家の二代当主。通称は民部、兵庫。南邸山内と明の七男で陽道の実弟にあたり、東邸山内と道の養子となる。1861年、竹市瑞山が土佐勤労党を結成し、吉田東洋の政権と激しく対峙したとき、 豊タ誉れは、山内と与秀と共に、随山を支持し、東洋の排斥を図ったが成功せず、随山らが、東洋の暗殺をすると混乱に陥った土佐藩の収集に乗り出し、保守派政権を設立させる。1862年、藩主豊藩の上落及び江戸三金交代によって、遊藩として活躍し、随山も死死の中に重きをなすようになる。 しかし1863年8月18日の政変によって、陽道の脱権が成功し、随山が投獄されると、豊か誉れの地位も激しく流動する。世帯に対してなすすべなく、官とばっこし、ことみなむなしくに始まる監視に、その悶々の情を託した。1867年2月20日、死去した。1898年、14位を追贈された。 タジリサヘ増衣所見伝造保板上特使増衣年表 PQ。ありがとうございます。